時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭、まずまずのスタートといったところでやります。先行するのは何か、オルコックアラビアンが行く構え、そして2番手にエクリプス、そのうちからは7番エルクラウン、ゴドルフィンバルブ、11番ヘロド、その後ろ5馬身くらいあって9番ダーレーアラビアン、マッジェム、もう一頭ウィニングマイハート、それから10番ノリノリコ、そしてその後ろから1番一発プリンセス、それからもう一頭ゴールデンチャオ、そして内からは3番マイアリーターク。流れるようにレースが進んでおります。逃げる逃げるオルコックアラビアン、大きくリード、あとはずっと下がって、これが7番エルクラウン、8番エクリプス、下がって3番手、そしてその後ろからゴドルフィンバルブ、それからもう一頭ヘロド、この辺りちょっと離れている9番ダーレーアラビアン、ウィニングマイハート、そのうち5番マッジェム、外から1頭一発プリンセス、ノリノリコがその後ろゴールデンチャオ、徐々に差を詰めます。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。ゴールデンチャオ直線伸びてくるのかどうか、オルコックアラビアンが抜け出した、内を通ってエルクラウン、一発二発とムチが飛んでオルコックアラビアンが先頭だ、先頭デッドとオルコックアラビアン、ゴールデンチャオ懸命に追った、ここでは負けられない、ゴールデンチャオムチが飛んでいる、一発プリンセス、先頭ルメールとゴールデンチャオ、一着ゴールデンチャオ、スーパーワールドブリーダーズカップ5勝目、獲得賞金は7万5000枚突破。